これから、コグニサイズというのをお話します。巣ごもりとかあるいはコロナ自粛をしているうちに、認知機能が低下している人たちが多くなっています。それを予防すること、だから予備軍の人が認知症予備軍が認知症になったり、認知症だった人が重度の認知症になったり、でそれをまだまだコロナとの戦い第2波第3波と続きますから、その認知機能を守るために、いいコグニサイズというのを今日は見本をちょっと見せます。ちょっと難しいです。これちょっとね、時々失敗するぐらいがいいんですね。で簡単にできちゃうのは訓練にならないので、失敗を笑えるぐらいがいいです。場合によってお孫さんと一緒にやったら、お孫さんはすぐ覚えます。こっちはまごまごします。でそのまごまごがぐらいがいいんですね。それではコグニサイズの見本を見せます。まずあの右足を1で動かします。戻して2 3 4 5 6、これだけなんです。右足左足、右足を横に出して左足を横に出して、まあ、必ず元に戻しながらってことです。そしてここからコグニサイズ、頭いっぱい使います。5のところで声を出しません。手を叩きます。ゆっくりやります。1 2 4 5、これが、マルチステップコグニサイズというやつで、認知症予備軍の人でもこれで結構効いて 40% の人が正常に戻るとも言われています。もともと正常だった人がこの自粛中になんとなく頭のキレが悪くなったり、仕事の効率が悪くなったら、このコグニサイズ、マルチステップコグニサイズをぜひやってください。それでは始めます。1 2 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21、これがをずっとやってって、スピードをどんどんアップしていけるようになったら、脳の機能は前頭前野という、短期記憶に関係するワーキングメモリーというところを少し刺激してくれます。仕事の効率が上がってきたり、本を読むスピードが元のように速くなったりしてきます。ぜひこのコグニサイズやってみてください。